藩霊は、中国春秋時代の古子の政治家、軍人である。史は藩、意味が悪い、字は小白。越王高専に仕え、高専を春秋古派に数えられるまでに押し上げた、最大の立役者とされている。藩霊がどこで生まれたのか、どのような経緯で、古子の上常に仕えるようになったのか、彼の経歴による明確な確証がない。隣国の五を考慮はご師書。 ソンブラの補佐を受けて強制を誇っていた。越王上常は、反例の補佐で国力を伸ばしていた。しかし、紀元前496年に上常が逝去し、大使の後戦が父の後を継いだ。上常の不法を聞いて夢中に服している古氏に対して、考慮は、出る杭を先んじて叩いてしまおうと判断し、李の戦いを起こして攻め込んできた。 しかし、リデ、ハンレイはこれに対して、奇形を持って迎えた。その奇形というのは、決死体を集めて、敵の目の前まで行かせて、そこで自ら首を跳ねさせるというもので、クレ軍が行転している隙をついて越軍は、クレ軍を撃破した。腰の武将霊宗とことがいた矢で片足を、破傷したのが原因で考慮は沈没し、大事のフサが立った。はご師匠の補佐を受け、 古シへの復讐を狙い、それを知った高専は、今のうちに徳令を叩こうと出兵しようとしたが、判例はこれをいさめた。しかし高専は、聞き入れずに出兵し、大敗してしまった。高専はフサに対し平身抵当で命い用し、さらに、家臣の中の文子は、フサの側近白皮に賄賂を送って、フサに、高線を助けるように吹き込んだ。 この時にご師匠は高線を殺すことを強弁したが、房はこれを取り上げず、高線を解放し房の馬役人にさせた。国に戻った高線は国政を判例に任せようと、するが、判例は、軍事なら、主は真に及びませんが、政治にかけては、真は種に及びませんと答え、文書を推薦した。高線は、判例へ、文書の補佐を受け、復讐を狙っていたが、 表面的にはフサに対し従順な姿勢を見せて、フサを油断させた。さらに判令は白皮に賄賂を送り、ご師書の悪口をフサに吹き込ませて、罹患を狙った。思惑通り、ご師書はフサに中殺され、フサをいさめる者はいなくなった。フサは調子に乗ってきたい出兵して、天下のことを争おうとし、古紙のことなど気に留めなくなった。フサはクレ軍の大半を率いて、 北の海明に出かけて国元を守るのは大使、友とごくわずかの兵になった。高専はその隙を突こうとして、藩霊に尋ねた。藩霊は良いでしょうと答えた。そこで古氏は大軍を発し、一気にクレを襲い、大使を殺してクレを占領した。房さは慌てて引き返してきた。高専はまだクレの全土を占領するには、 力が不足していると判断し、一旦は僕した。その後もフサは無理に期待出兵して、国力を消耗した。4年後、古史は呉に決戦を挑み、ついにフサを姑ケる山に追い詰めた。フサは降伏して命乞いしたが、ハンレは孝子の憂霊を立つべく、殺すよう進言した。孝戦は殺すことはためらい、朝鮮軍島に島流しにしようとしたが、 その命令を受けたフサは自殺した。悲願が達成されて宇頂天になる光線を見て、ハンレーは密かにツを脱出した。ハンレーは文詞への手紙の中で、私は高都市して倉庫にられ、高取りつきて、両急ゾるルと聞いています。越王の要望は長首ガラスかです。こういう人相の人は苦難を共にできても、陥落は共にできないのです。 どうしてあなたは腰から逃げ出さないのですかと述べた。そこで文詩は災いを避けるため病と称して出資しなくなったが文詩に謀反の疑いありと残言する者が現れた。高線は文詩に剣を送り、先生は私にクレを倒す七つの秘策があると教えてくださいました。私はそのうちの三つを使ってクレを滅ぼしました。残り四つは先生のところにあります。 私のために、先生は亡くなった父王のもとでその秘策をお試しくださいと伝え、文書は自殺した。ハンレイは、フサの軍に一旦敗れた時に、フサを堕落させるために、絶世の美女セエビスヒカリを密かに送り込んでいた。思惑通りフサは、セエビスヒカリに溺れて傲慢になった。フサを滅ぼした後、ハンレイは、セエビスヒカリを伴って整え逃げた。腰を脱出したハンレイは、 生でシーコ側と名前を変えて、商売を行い、巨万の富を得た。判霊の名を聞いた際は判霊を最小にしたいと、迎えに来るが、判霊は、名が上がりすぎるのは不幸のもとだと財産をすべて他人に、分け与えて去った。姓を去った判霊は、かつての僧の国土で、今は僧侶となっている帝都に移り、投資校と名乗った。ここでも商売で大成功して、巨万の富を得た。 老いてからは子供に店を譲って、悠々自適の暮らしを送ったという。投資校の名前は、後世大聖人の代名詞となった。このことについては、漆器の過食列伝に描かれている。石膏省商工市初期市内に投資山がある。藩例の見事な活躍と出所身体は、後世の憧れとなり、公的種のご師書と共に長く語り継がれている。藩霊は日本でも、 名神として有名である。太平記末期第四、五越当時には、後醍醐天皇の新小島光徳が、天皇戦を空襲するばくれ時に反例な気にしもひず、という句を送ったという話がある。後醍醐天皇を後世に例え、名神が出現しないわけではないのだから、諦めないようにと励ましたのである。この逸話は、小島光徳という文部省唱歌に読み込まれ、歌われた。 ありがとうございます。